ジョセフ・ヨッセル・ローゼンブラッドは、ウクライナ生まれのカンター、作曲家、同時代では最高のカンターと評されていた。ローゼンブラッドは、1882年5月9日に、ウクライナのビーラ・ツェールクバに生まれた。長く続いたカンターの家系の後取りであったローゼンブラッドは、深い信仰による宗教的な環境の中で育ったために、当時の有名な音楽学校などで正規の教育を、 受けることは一切なかった。彼の活動の第一歩は地元のシナゴーグの合唱隊の一員となるところから始まった。ほどなくして振動としてもてはやされるようになったローゼンブラッドは読唱者としての活動に踏み出した。7歳の時、家族と共に当時オーストリアの一部であったブコビナのサドゴライ移り住んだ。17歳の時、ローゼンブラッドは ウィーンに赴いて、数ヶ月滞在し、統治最大のシナゴーグで詩式を務めた。彼は、優れた先勝者、音楽家で裕福な商人でもあったヤコブ・メルツの下で、非公式に学んだ。ウィーンに滞在した後、ローゼンブラッドは広くオーストリア・ハンガリー帝国の領域内のユダヤ人コミュニティを回り、ブダペストにも足を伸ばした。18歳の時、ローゼンブラッドは、 タウベ・カウフマンと結婚し、当時ハンガリーの一部であったムカチェベの調整党派コミュニティで最初の常勤職を得た。ほどなくして、1901年に彼はブラチスラバに移った。その5年後にはハンブルクに職を得た。さらに1912年にはコングリゲーションオハブゼデクの職を得てハーレムに移住した。1927年8月、ローゼンブラッドは オハブゼレクの職を辞した。大祭日ローゼンブラッドは、シカゴのホールで詩式し、スコットイコール、カリアンの祭りには、デトロイトで同様にホールでの詩式をした。これに続く数ヶ月の間、ローゼンブラッドは合衆国の各地を回り、ミネアポリス、シアトル、インディアナポリス、コロンバス、ミルウォーキー、フィラデルフィア、ワシントン DC などで詩式をした。ワシントン DC では、 当時のアメリカ合衆国大統領カルビンク・ウリッチと会見した。1928年、ローゼンブラッドはブルックリンク・バラパークのファーストコングリゲーションアンシェ、スフォードと10年契約を結んだ。ローゼンブラッドの名声はユダヤ人コミュニティの枠を超えて広がり、コンサートから多額の収入を得ることを可能にして、1927年の映画ジャズシンガーにおける 歌唱の役をもたらし、さらにはユダヤのカルーソーとあだなされた。エルサレムのオリーブ山にあるローゼンブラッドの母九1933年6月19日、ローゼンブラッドは心臓発作によりエルサレムで死去した。ローゼンブラッドはカンターによるユダヤ音楽の黄金時代においておそらくは最も大きな影響力を持った人物であった。彼以前に一般的であった。 より自由なスタイルで、家電差による部分が大きいアプローチに対して、ローゼンブラッドはより構造化され、秩序立てられたスタイルを構築した。ローゼンブラッドは、歌唱の技法においても先駆者であり、いくつもの技法は、以降、世界中のカンターたちによって継承された。その中には、彼がトレードマークとしていたクレクツと呼ばれる、自在に声を上ずらせて、 歌に込められた感情を伝える技法も含まれていた。ローゼンブラッドはまた、リアルに響く、ソプラノーン域のファルセットを、自分の声への負担を軽減する手法として開発した。ローゼンブラッドは、多作な作曲家でもあり、180曲以上の作品が、伝えられている。ローゼンブラッドの彦には、リバーデールジ一ーセンターのラビである、ジョナサン・ローゼンブラッド博士や、 バンクーバーのコングリゲーション、シャラ・セデックのラビである、アンドリュー・ローゼンブラッドらがいる。78回転版の時代以来、ローゼンブラッドの録音は、LP や CD として何回となく再発売されてきた。近年では、CD3 枚組の、オド・ヨセフ・チャイに、78回転版に残された、ローゼンブラッドの歌唱が音源を修復して収録され、ブルックリンクのレコード店、 モーストリーミュージックガルパスミュージックから発売されている。ありがとうございます。